福島競馬場三レースは三歳未勝利若手騎手限定の一戦。ダートの千七百メートル選手相場十五頭です。スタンドから見て右手ゲートイン。偶数番各馬の誘導に移って。六番のパープルアドミラル。そして十二番のルクスプレシャス。うちで二番のテンエム飛翔と収まります。 今風はするほどありません福島競馬場を4番西のシャイニング入りました最後です15番のジャスティン・ユージ西村敦彦氏を背に15番ゲートへジャスティン・ユージ収まって今係が離れましたゲートイン完了 スタートしまそのうち2番のテイエム・ヒショさらには4番の西のシャイニング広がっています、これらを追って7番の BB グラーテス、外からは12番のルクス・プレシャスもぐんと前へと上がっていきましたさらには15番のジャスティン・ユージ。 10番のダイヤモンドビーチが行ってその後ろに14番タイガースパークです先端の後ろになりました内は9番のジュンナックル1コーナーカーブを回っていきましたまず先手は3番エリアンテス取りましたリード体半分7番 BB グラーテスが2番手で2コーナーを回ります1馬身半差12番ルックスプレシャスが3番手その内に入った15番のジャスティンユージ4番手外体半分14番タイガースパーク並んでいって向こう上面 1000m 切りました2馬身がいて4番西のシャイニング中段 のうち11番のタッチフェイスが外から並んでかわします。そして2馬身差。外へと出した2番のテイエム飛翔が追い上げて、うちは10番のダイヤモンドビーチをつけながらの追走800を切りました。そのうちから1番のマイプリンセス。さらに外は9番のジューンナックル。あと4馬身がいて、6番のパープルアドミラル後方から3頭目。8番ブロードワクト。最後方2馬身がいて、5番のミュークレアです。いやもう1頭大きく遅れている馬が13番シゲルレッドスター。前は3,4コーナー中間点にかかりました。3番のエリ アントスが先頭ですが並んで捉えるか7番 BB グラーテス400を切って4コーナーカーブさらに外から14番タイガースパーク前3頭広がってその後ろ15番ジャスティン・ユージあとは少し離れた第4コーナーから直線うち7番 BB グラーテス外は14番タイガースパーク2頭が抜け出て追い比べ200を切りましたその後は2馬身差内から15番のジャスティン・ユージ外は4番の西野シャイニングが追い込んでくるもうひと伸び7番 BB グラーテス4分の3から1馬身のリード7番 BB グラーテス降臨 2着14番タイガースパーク最後差を詰めて4番西野シャイニング3着15番のジャスティン・ユージ内でやや伸びをかいて4着でした7番 BB グラーテス14番タイガースパーク2頭が抜け出ての追い比べ7番の BB グラーテス残り100を切ってもうひと伸びを見せました安城は川原田種です2着が14番タイガースパーク最後追い込んで迫った4番西野シャイニング3着 その後15番ジャスティン・ユージ4着タイム1分47秒4ゴールまでの 800m51 秒 2600m は38秒4でした7番ビービーグラーテス14番タイガースパーク2頭抜け出しての追い比べもうひと伸びを見せた7番のビービーグラーテス人気14番タイガースパークを抑えました最後はその差体半分 そして2着から市場新半のところまで4番、西野シャイニング最後追い込んで3着ですその後早めにインコースを取っていました15番のジャスティン・ユージですがやや伸びを欠いて4着その後また離れて2番のテイエム飛翔5着で続いていますルーキー・川原田七希手7番の BB グラーテスが制しました 福島競馬三レース一着七番 BB グラーテス二着十四番タイガースパーク。三着四番西野シャイニング四着十五番ジャスティンユージ五着二番のテンエム必勝です。確定までお待ちください。若手騎手の限定戦制したのは川原田七な騎手七番の BB グラーテスでした。二着に。 人気もしていました14番のタイガースパーク泉谷風磨騎手最後、末脚を伸ばしてきた古川奈穂騎手4番西野シャイニングが3着7番、14番、4番では最終オーツです3番人気、1番人気、5番人気の順です単勝7番5.9倍枠四484.0倍馬連7番14番4.8倍馬単7番14番15.4倍 三連複、四番、七番、十四番、十五点一倍、三連単、七番、十四番、四番、九十二点二倍です。最後は前にと追い比べになりましたがね、まあ負担重量の差も生かして抜かせませんでした BB グラです。川原田七機種キャリア二勝目となりました。確定までお待ちください。